ビアフラ戦争はナイジェリアのイボニンを主体とした東部州がビアフラ共和国として分離、独立を宣言したことにより起こった戦争である。ナイジェリア内戦とも呼ぶ。ビアフラが包囲され、食料、物資の供給が遮断されたため、飢餓が国際的な問題となった。ビアフラの封鎖によって引き起こされた飢饉のため、栄養失調となった子供。 ビアフラに対する世界的な同情を喚起した。厳しい飢餓と栄養不足から来る病気、北部州における虐殺により、少なくとも150万人を超えるイボニンが死亡した。ナイジェリアには、北部のイスラム教徒主体のハウサ人、西部のイスラム、キリスト教混合のヨルバ人、東部のキリスト教主体のイボニンの三大民族が、その他の多くの少数民族ともに存在した。 イギリス植民地時代には、イボ人は、比較的教育レベルが高く、下級の管理や軍人を多く排出し、また詳細もあり、黒いユダヤ人と呼ばれることもあった。1960年に、ナイジェリア連邦として独立後は、東部に原油が発見され、イボ人地域は工業化が進みた地域との、経済格差は広がっていた。北部のハウサ人政治家は、 ヨルバ人の一部政治家と連携し、連邦を支配しようとした。1966年、軍のイボヒト主体の中堅将校が、クーデターを起こし、北部系の政治家、高級軍人を殺害したが、同じイボヒト出身の軍司令官である、ジョンソン・アグイーイコールイロン氏将軍に鎮圧された。イロン氏将軍は、臨時政府を作り、イボ人を多く登用した。しかし、 臨時政府が連邦制廃止を打ち出した後、北部ではイボ人に対する反発が強まり、数千人のイボ人が殺害され、イロン市長軍もハウサ人の下級将校の襲撃を受けて殺害された。北部出身のゴブオン中佐が軍事政権を握り、イボ人出身の軍人を殺害、追放した。北部におけるイボ人への迫害は一層強くなり、1万を超える。 イボ人が殺害され、百万人近い難民が東部州に逃れてきた。東部州の軍政知事だったチュクエメカ・オドゥメグ・オジク、中佐は州内の連邦資産を接収し、税収をすべて東部州で管理することにし、独立性を強めた。これに対し、連邦は東部州の分割を狙ったため、九百六十七年五月三十日、オジク・中佐はビアフラ共和国として、 東部州の独立を宣言した。直ちに連邦軍は攻撃を開始したが、ビアフラ軍の士気も高く、戦況は膠着状態を示した。ビアフラにはフランスと南アフリカ等が支援したが、大部分の国はビアフラに同情する一方で、消極的ながら正規政府である連邦を支持。特に旧植民地の分割化を望まないイギリスとアフリカへの影響力強化を狙うソ連は、 積極的に連邦を支援した。また、ビアフラ側で戦った、少数の白人傭兵が、後々のアフリカ各地の紛争にも顔を出しており、有名を馳せた者も、悪名で鳴らした者もいる。また、連邦軍でも、東ドイツから派遣されたパイロットや、西欧からの傭兵が採用されていた。百六十八年に入ると、連邦軍がビアフラを包囲し、食料、 物資の供給を遮断したため、ビアフラは飢餓に苦しむことになった。各国の記者が盛んに報道したため、赤十字などの支援は行われたが、早期決着を目指す連邦側が、それらの救援も妨害するようになったため、ビアフラの飢餓は危機的な状況に陥った。弾薬、装備の不足も深刻になり、1970年1月9日、 ついにおじ将軍はコートジボワールに亡命し、ビアフラは降伏し、そのまま崩壊に向かった。他のアフリカの内戦の例から見ると、意外にも、ハウサ人による極端な報復や虐殺は行われず、国民和解の方針が取られた。しかし、少なくとも150万人以上の人間が、飢餓、病気、戦闘によって死亡したとされている。当時、各国の新聞に掲載された、 骨と皮に痩せ細っているが、お腹だけが異様に膨らんでいる子供たちの姿は、世界中に衝撃を与え、ビアフラという言葉は、飢餓と同義語として使われるようになった。ありがとうございます。